海上保安庁、海上保安庁、か以上保安庁、略称、海保、海保庁、保安庁、略称、JCG は、国土交通省の外局であり、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務としている警察機関である。創設時の旧組織は、第二次世界大戦後、連合国軍占領下の1948年、昭和23年に、 アメリカ沿岸警備隊をモデルに設立された。モットーは、正義自害である。海上保安庁は、海上における犯罪の取り締まり、海難救助、海上交通整理、海図政策等の海洋情報、水路業務、航路標識の管理等の業務を行う。2017年7月1日現在の、海上保安庁の職員数は12,638人、予算規模は、 2018年当初予算でに112億円である。予算のうち人件費として費やされるのは2017年度予算で999億円47%。法律、海上保安庁法上、明確に軍隊ではないとされている。しかし、ジャパンコーストガードの表記などから、海上保安庁諸外国の沿岸警備隊、コーストガード、 国境警備隊と呼ばれる、準軍事組織と同様とする見解から、これらの組織が、有事の際には、軍隊の一部として参戦することが、戦時国際法では認められていることや、自衛隊法でも、特別の必要を認めるときは組織の全部や一部を、防衛大臣の統制、指揮下に組み込めるなど、準軍事組織との否定が試みられる場合がある。なお、前述の条文。 第25条に従い海上保安庁法には、戦時国際法に関する条文などは存在しない。人員の大部分は、海上保安大学校や海上保安学校で、専門教育を受け卒業した生え抜きの職員であるが、長官や次長、一部の管区海上保安本部長等は、国土交通省や他省庁のキャリア官僚が、海上保長の職員として就くことが多い。 英称は1948年、昭和23年の会長当初より、米国の主張から、その時々に、マリタイムセーフティーボードや、マリタイムセーフティーエージェンシーを用いた歴史的な経緯がある。運輸省所管時の2000年、平成12年4月より、広く国民の皆様に、海上保安庁の業務をわかりやすく、理解していただくため、海上保安庁のロゴ、 ロゴマーク及びキャッチコピーを定めた。との公表後に、権限や法律の変更は全くないが、国土交通省への移管後の2001年、平成13年以降は、船舶などへも、このロゴを用いた、ジャパンコーストガード、略称、JCG、直訳すると、日本国総意警備隊に変更している。2017年、 平成29年3月31日現在では、合計455隻の選定、74機の航空機を保有している。また、2017年、平成29年4月1日現在で5284機の航路標識、航波標識5175機、電波標識67機、その他の標識42機を保有している。 海上保安庁法第1条の規定では、海上とあるのみで、地理的な限界は定められていない。しかし、主な活動海域は、日本の領海、接続水域、排他的経済水域、EEZ、日米 SAR 協定に基づく創作休憩域、本土より南東1200海里程度である。このうち領海と EEZ を合わせた面積だけでも、 約447万キロメートルあり、領土約38万キロメートルの約11.8倍に相当する。これに SAR 協定分担域を合わせると、国土面積の約36倍という広大な水域を担当していることになる。捜索級な任務で海上保安庁の巡視船や航空機だけでは、対処困難な場合には、各艦区海上保安本部から、 海上自衛隊や航空自衛隊に災害派遣の要請が出される。災害派遣の要請を受けた海上自衛隊では護衛艦、哨戒機、救難飛行隊などを出動させて海上保安庁の活動に協力る体制が敷かれる。同様に航空自衛隊の場合は主に航空救難難の救難隊が1958年、昭和33年より 数多くの捜索救難などの活動で、海上保安庁に協力してきている。活動範囲は当初、港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域において、制定時の海上保安庁法第一条第一項と限定されていたが、後に改正されて単に、海上においてと規定され、活動範囲の限定が解除された。活動範囲は全世界に及んでおり、一例として、 専用船、四季島によるヨーロッパ日本間のプルトニウム、輸送護衛任務、マラッカ海峡を受ける海賊捜索任務などがある。内陸部で大規模災害が発生した場合は、自治体や関係機関からの要請に基づき、内陸部での救助活動に当たることもあり、活動範囲は幅広い。アメリカ沿岸警備隊では、海洋調査の一環として、南極観測船の運用を担当しており、 日本においても1957年、昭和32年から1962年、昭和37年までの南極観測船、第1から6次については、海上補助が運用していたが、1965年、昭和40年以降の南極観測船は、海上自衛隊が運用している。その任務の過程で得たノウハウを、 各国の水上警察や沿岸警備隊に提供することもある。マレーシア、インドネシア、フィリピンなどの東南アジアには、海上保安庁の職員や退職者を、国際協力機構を通じて、人員を派遣している。海上保安庁法、第25条の条文で、海上保安庁は、軍隊ではないことが明確に規定されている。そのため、シンボルマーク、気象類、 制服等は、軍隊職をイメージしないものが取り入れられるよう、配慮されいる。巡視船艇の船舶自体の運航体制は、民間船舶とほぼ同様であり、海上保安業務等は、残りの乗組員、職員により執行される。また停泊中は、数名の当直を残し船内もしくは宿舎等で、待機する。しかし、世界的に海軍と沿岸警備隊は、 共通する部分が多く、制服のデザインも類似しているため他国の沿岸警備隊に準じた制服を採用している日本の海上保安庁も実際には海上自衛隊を含む各国海軍の軍服に類似しており、世界的に見た場合、一般的に試験を行使できる国境警備隊、沿岸警備隊は準軍事組織と認知されるため、海外の報道や資料では海上保安庁を 準軍事組織として扱っている場合もある。また、かつて海上保安庁などの統合目的で創設された保安庁への移行時期には内部組織の海上警備隊、沿岸警備隊が短期間ながら準軍事組織として存在した。なお、海上における準軍事組織とは国際法、国連海洋法条約の観点から軍艦が定義されており乗組員についても 階級と名簿が必要である。また、海上保安官の階級は船舶に乗り込む、行政職員として、船長、航海士、機関長、通信士、看板員、主権員などの職責、職務の範囲を示す、船員制度に近く、このことからも、海上保安庁が、準軍事組織であるとは言い難く、資料などによる、準軍事組織としての扱いは、 日本の国内事情や法体制などがあまり知られていないことによる。海上保安庁は、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする国土交通省、旧運輸省の機関、外局である。主に海難救助、交通安全、防災及び環境保全、治安維持が任務の内訳となるが、それ以外にも、海洋検疫、領海警備や海洋調査も、 任務としている。国外の官邸に対応する任務は、行政上別系統である、防衛省の特別の機関である、海上自衛隊が担当手より、船舶に対する任務は、海上保安庁が担う。海上保安庁は、第二次世界大戦終戦前までの、高等商船学校出身の旧海軍予備士官が、中核を担い1948年、 昭和23年5月設立されたのに対し、海上自衛隊の前身、海上警備隊は、海軍兵学校出身の旧海聖騎士官が、中核を担って、海上保安庁内に1952年、昭和27年4月設置された。高等商船学校生は、卒業時に、海軍予備将尉または、海軍予備機関将尉に任官され、戦時中招集されると、 解剖艦の艦長、特設艦艇の艦長、艇長、あるいはそれらの艦艇の機関長等として、戦団護衛、沿岸警備の第一線で活躍したほか、乗り組んでいた商船が船ごと軍に徴用されて、危険海域の物資、兵員輸送業務に従事するなど、予備士官といえども、海軍兵学校出身の正規士官に負けない、働きをた。それでも、海軍兵学校を頂点とする、 エリート意識がアイデンティティである、旧海軍の学抜偏重主義、学歴史上主義のため、優秀なエキスパートであっても、予備士官は、将校とはされず、有事の際には指揮権継承の優先権を、軍令商業令に基づいて、将校たる、正規士官より解除された。太平洋戦争、大東亜戦争では、高等商船学校出身者の戦士率が、 海軍兵学校出身者よりもむしろ高く、これが、後世に至るまで海上保安庁、高等商船学校出身者と、海上自衛隊、海軍兵学校出身者の関係に過言を残して、きた。1999年、平成11年3月23日には、野戸半島沖不審戦事件が発生し、事態が、海上保安庁の能力を超えているとして、海上自衛隊に、 初の海上警備行動が発動された。この時の反省を受け事件後に、海上保安庁と海上自衛隊との間で不審船対策についての共同対処マニュアルが策定され、戦争中の旧海軍内での立場や受けた仕打ちに、橋を発して、設立時の恨みから長らく続いてきた、両者間の疎遠な関係を改善するきっかけとなり、情報連絡体制の強化や、 両機関合同の訓練が行われるようになった。この時点では、上級幹部に至るまで防衛大学校、海上保安大学校出身者が占めるようになっていた。また、高速で防弾性に優れ、長距離射撃能力が付与された、巡視船が建造されるようになった。さらに2001年、平成13年には、海上警備業務における武器使用基準を定めた、海上保安庁法第20条、 第2項の改正が行われ、一定の条件下に限って外船の乗員に被害射撃を加えても、海上保安官の違法が、阻却、免責されるようになった。この改定の直後に、九州南西海域工作船事件が発生している。なお、海上警備行動時には、海上自衛隊が、海上保安庁の任務を一時的に肩代わりするもので、あるから、 海上自衛隊も警察官職務執行法、海上保安庁法を準用して行動する。海上保安庁が運用する固定翼機の操縦士は、海上自衛隊の操縦士を要請する、小月教育航空軍に委託され、海上自衛隊の隊員に準じた教育を受ける。回転翼機は、海上保安学校で要請。自衛隊法第八十条により、自衛隊の防衛出動や、 治安出動があった際に特に必要な場合には、内閣総理大臣の命令により、防衛大臣の指揮下に組み入れられる可能性がある。これは、初期の海上保安庁、後に海上警備隊を経て、海上自衛隊が創設されるの、設立モデルとなったアメリカ沿岸警備隊が、戦時にはアメリカ海軍の指揮下に入って、軍隊として運用される規定に行ったものである。ただし、 防衛大臣の指揮下に入った場合でも、その行動範囲や活動権限は特に通常時と変わらない。特に武器の使用については、あくまでも警察官職務執行法に従わなければならないことから、あくまでも自衛隊が必要とするところ、自衛隊施設などへの警備を手厚くするよう指示したり、実際の警備行動において自衛隊と、 海上保安庁の各機関を一元的に指揮し、両者の連携を円滑にする程度に止まるものと思われる。また、文面を見る限り、自衛隊法第80条は、海上保安庁法第25条と矛盾するのでないかとの指摘もあるが、防衛大臣の海上保安庁に対する指揮は、直接行われるのではなく、海上保安庁長官、分官に対して、 間接的に行われるに過ぎない。そのため、矛盾しないものと考えられている。海上保安庁長官は、海上保安庁法第10条正し書きにより、国土交通大臣以外の大臣の所管に属する事務については、各々その大臣の指揮監督を受けるとされており、例えば、漁業関連の取締りでは、農林水産大臣の合い関係では、 国家公安委員長の出入国関係では法務大臣の指揮監督を受ける。総職員数は13,422名であり、これは愛知県警察とほぼ同じである。参考までに全国の警察官は259,745名、2018年4月1日、海上自衛官は45,363名、2012年4月1日である。 内部部局として5つの部と主席観察官が置かれている。施設等機関として2つの文教研修施設が設置されている。地方支分部局として11の管区、海上保安本部が設置されている。各管区の担当区域は特起のない限り、当該都道府県の区域、陸地、沿岸水域及びその沖合水域を担当する。管区の番号は基本的に 小樽、北海道から日本列島を右回りにつけられている。ただし当初は第7艦区が九州全域を管轄していたものを南九州を分割して第10区としたことを呼び沖縄復帰に伴い第11艦区を新設したためこの部分は番号が連続していない。海上高校に不可欠なら新番をデザインしたシンボルマークと海の色を表す濃い青色が 使われている。巡視船の船尾には、国旗、選手旗には、海上保安庁長畑が掲揚される。2018年度、平成30年度一般会計当初予算における、海上保安庁予算は2112億3102万3000円となっている。一般職の在職者数は2018年7月1日、現在、1 2800人、うち、 女性915人である。定員は、国土交通省定員規則により、海上保安庁13,994人となっている。海上保安庁職員は、職務の性質から団結権も認められておらず、労働組合の結成や加入をしてはならない、国交法第108条の2第5項。海上保安庁の幹部は、以下の通りである。 1998年、平成10年、設立50周年を記念して、マスコットキャラクターが制定された。縦ごとアザラシの子供をモチーフに、海丸が制定されている。2002年、平成14年には妹分で、女性保安官をイメージした、ウーミンも制定された。これらのキャラクターは、広報活動で、積極的に用いられている。また、 秋田の生ハゲや青森のねぶた等の全国のご当地バージョンも存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。